はい、皆さんこんにちは今日は YouTube にとっても役に立つチャット GPT の GPT 図これをご紹介します今回はとっても自信がありますなぜなら僕の音楽仲間亀岡俊幸さんという方が僕の便利なタイトルとかですねそして概要欄、ハッシュタグ、タグこういったものを自動的に 構築できるようなものを使っていただいてそしてまあ、もちろんご自分で編集を少し加えていただいたりしながら今から約10日ほど前に発表しましたスの AI という音楽生成 AI これで作りました音楽コンテンツが大バズりしていまして今10日目ぐらいですけれども8000閲覧を超えているところになっていますちょっと見ていただきましょう それは大谷翔平と愛犬デコピンの絆特別な歌で感動を共有こういう音楽コンテンツです。先頭部分聞いていただきましょう。 君とコピ出会ったばかりさなが未来へとがる始まりの日々を一緒に歩こうはいこんな感じの音楽です SnowAI という音楽生成 AI を使って僕が今ちょっとまあ悪い方の話題で 週刊誌などを逃げ合わせています松本人志さんを風刺したような音楽を作ったらそちらの方もなかなかいい調子になりましてお友達の亀岡さんがじゃあ僕も一回やってみようかなということでやりましたらそれがなんとなんとですね2日か3日ぐらいしてからです YouTube のおすすめにうまく乗ったのかですねぐん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 上がっていって 千、二千、三千、四千とですね。五千ぐらいまでは、一日に千ずつぐらい増えていったりしました。まあ、そんな経緯があった。このチャット GPT の GPT 図、これを皆さんにご紹介していきたいと思います。ここではですね、初めての方は、ここからスタートというボタンを押していただきます。はい、YouTube の動画内容について教えていただけますか？ また動画の主なターゲット視聴者についても情報があれば共有してください。そういうことでターゲットの回答がない場合はこちらで判断しますということなんですけれどもじゃあ簡単にですね書いてみましょう例えば今例にしました亀岡さんの曲でしたらタイトルと「大谷翔平と愛犬デコピン」をテーマにした応援歌というような形でターゲットはお任せ という,ふうにしておきますそうしますと今世間の状態例えば文字機大リーグが始まりますそういうようなこととか新しいニュースとかブラウジング機能というのを使って世間の今というのも把握した内容でタイトルなどを考えてくれたりするそんなような仕組みに GPT 図を作り込んでいますじゃあやってみましょう このようにですね、タイトル10選と、そしてここにハッシュタグを書いてくれていますね。そして概要欄の文章も考えてくれています。ちょっと読んでみます。この動画は野球界のスーパースター大谷翔平選手と彼の愛犬でコピンをテーマにした応援歌ですと2人の強い絆と。 野球にかける情熱を感じることができる心温まるメロディーとなっています大谷選手のファンはもちろんペットを愛する全ての人に捧げる歌です是非聴いて大谷選手とデコピンの応援を一緒にしましょううまあ、い,いことまとめてくれますね瞬間でまとめてくれるわけですからこんな便利なものはありませんよねそしてタグ缶膜切りでありますのでこれをこのように コピーしてですね、そして自分の YouTube のタグのところにですね入れてもらえば YouTube の概要欄ととか詳細情報を入れるところがうまくいくいわけです。ただし案外今回は20文字点後ぐらいのタイトル案を考えてくれましたがもう少し訴求があってもいいと思いますのでそういう場合は修正依頼をしてください。 ちょっとこのような言いいい。方を覚えておいておくださいタイトルがちょっとどれも短い日本語40文字程度で訴求ワードもしっかり入れて10選してくださいこのように言いますはいちょっと文章を長めに書いてくれていますねそして必見なんていうような訴求ワードもちゃんと入れてくれていますなかなかいい感じですねどれもいい感じですけれども 1, 1必見大谷翔平と愛犬デコピンの絆を歌に感動の応援歌とかですね5スポーツとペットの愛があふれる大谷翔平応援歌の裏話とかですね9番大谷翔平のもう一つのチームメートデコピンとの応援歌これなんかがいいですね僕だったらこれを選ぶかなというふうに今思いましたこんなふうにですね YouTube タイトル そしてハッシュタグやタグですねそして概要欄の文章これらをまとめてくれるとっても簡単な動画制作サポーター g p t 図これを皆さんに無料公開しますので是非とも使ってみてください URL などは概要欄に貼っておきますそして今日ご紹介しました g p t 図以外にも僕のサイトにですね 教習所の GPT 図というのがありましてそれを選んでいただくと LINE スタンプとか4コマ漫画とかですねこういうのが一気にですね約3 4 0あると思うんですけれどもこういうものをアクセスしてもらったりこのように「スノー a i 研究所」というようなホームページもありまして 今話題の音楽生成 a i s の a i を便利に使うための歌詞関連のソフトウェアですねそれらもここにまとめて載せてありますこのアドレスとかを載せておきますので是非 ChatGPT+ プラスに入っている方はこれらを存分に使ってくださいそれでは今日は YouTube の動画を作った後ですねタイトルとか 概要欄とかをうまくまとめてくれるそんな便利なソフトをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。まったねー。